これは一人のサラリーマンが将棋界の歴史を変えた奇跡の実話。僕プロになりたいです。もうよくわかんないですけど人間というのはまあ基本的には何も変わらないと思うんですよね。ただ10代の頃と20代、結婚して子供ができて、離婚してみたいな、それは人は変わっていきますよね。でも松田龍平個人っていうのは出会った時から何も変わっていないっていうか、基本的なことは。でその成長を見る楽しさっていうのもありますよね。それは僕もあるし、お客さんの中にもあると思うんですよね。でそれをまあ身近で見れて僕はラッキーだと思ってます。きっとあると思うんですよね。でもそういうことを考えないようにしています。そういうなんか上手くなったから映画が良くなったとか、そうは限らないんですよね。未熟なところがその映画の魅力だったりもするんで、あまりそういうことは考えないようにしてます。負けました。僕はもう一生プロになれない。将棋しかやってこなくて僕はゼロになった。まあでも基本的に逃げがちですかね。でもこういう時だから基本的にそうなんですけど、まあでもやっぱり間違いなく逃げることはできないんで、何からも。だからだったらその時来たる時のために準備してた方がより楽しめるなっていうのは分かってるんですけど、つい逃げがちです。よろしくお願いします。おでこすごい狭い人みたい。それで行くんですか。ああ頑張ります。